ちゃった、大吉。あー、困った、大吉はこれ来たよ。来ちゃった、大吉。いや、まだ分かります。ほらほら、ポロチェロガッシャガッシャ、ポロチェロガッシャガッシャ、ポロチェロガッシャガッシャ。はい、ということでグラスマやっていきましょうかね。いきましょうかね。ちょっともう音程がよくわからないんだよ。ちょっとアレンジ聞かせてみましたよ。自由が過ぎますね。ということで今回はガシャが来てますね。お、新春ガシャ、かわいい。ハイネとリリン、ハイネとリリン、うん、おー、え、ハイネちゃん降臨じゃなかったですか？降臨だよ。おやおや、でもそれ言うとサルバでもあるしね。まあね、うん、今までもいろいろあるし。いや、嬉しいよね、10連ただ。うん、ログインしたらもらえるからね。一応見ていきましょう。あー、0.5%。 まあまあチケットだから言うて。そうだね。あ、戻っちゃった。いや、もう出しますよ、ここは出さないと。チケットでいい加減。まあまあ、そうやね。どっちが欲しいの？え、ハイネちゃん。ああ、一緒やね、俺もハイネ欲しいよね。もうマチェロさん好みな感じですよね。そう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 、この片目隠した感じ。そうそうそう、片目隠しキャラが俺好きなんかなって最近気づいてきた。あれよ、んあれよ、もうタイトルすら出てこんくなったよ。リゼロでしょ。そう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 。ラムちゃんかレムちゃんかどっちか忘れたけどね。まあ、どっちもですよね。髪が青い方。うんうん、はい、さ、じゃあ行きますね、もう早速。うん、お願いします。いやー、もうそろそろ来て、お願いよ、お願いよ。いやいや、チケットはもう来ないよ。いや、出したい。まあそれはね、みんな出したいよね。あー、もう黒いよね。隠しなのか、せめて1回ぐらい出るんじゃないのかな。おやおや、まあまあまあ、これで終わりですか、もしかして。いや、もうそりゃ使いますよ。おお、さすがやね。もちろん狂気やね、狂気。ええ、ありったけ使いますよ。あと10連ラスト。いやー、10連ですね。でもハイネちゃんがピックアップでしょ今。あ、ほんとだ、さっきのチケットは一緒なんだね。うんうんうん。お、じゃあこれは提供割合を 1%、 まあ 0.5% 上がりましたよ。うんうん、2倍よ、2倍、2倍よ、2倍、2倍ね、うん、よくわかんないですけどね。ここよし、じゃあいきますよ。はい、もうないんです、後が。うん、もうないんですよ、ハイネちゃん。いや、今年は私か。いや、まだ今年ってもまだね、始まったばっかりやけね。今年はチェローさんじゃなく、いや、俺でもね、言うてね、大吉出しましたからね。そうですよね。うん、シャーって喜んでましたね。シャーって喜んだミコさんに笑われたよね。笑うよね。え、みたいな。いや、嘘でしょ、傷負ってますよこれ。いや、まだわかんないよ。まあね、不意に来る可能性もね。そう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 、不意にね。まあ、残念ね。もうちょっと年明けてからというもの、うん、爆死続きですよ。まあそうやね。まあ優勝に頼り切ってたところがあるからね。まあね、うん、言うて、まあ、そこはね、うん、大人の事情がありますから。いや、悔しい。変わりますか、出してくださいね。弾がないようなんでね、使っちゃってもいいんだけどな、根こそぎ。ああ、単発でってこと。まあそれでもいいんじゃない、別に。もう行っちゃおう、いいよ、正月だから。うん、正月だから、うん、そうやね、来い、私諦めないよ。あ、この前の延長戦、これでしてもいいかもしれないんだったらね。しなくてよかったですね。危ない危ない危ない。忘れとった。おお。これはバルドー。空気読んでー。ちか、今まで持ってなかったよね。いやいや、持ってますよ、持ってますよ。ああ、そうか、2回目か。2回目ですよ。なるほどなるほど。いや、正月感ないし。終わりよければすべてよしってな。あなたが言わないで。やめて。ちょっともう怖い。すごいね、でも単発で出したの。もうやめとこうか。うん、まあまあいいよ、どっちでも。
興味ない。いや、根こそぎ行きますよ。いや、どうせ引くんだろうなと思って、何言っても。バルムさんがね、こういつも。何のために俺に聞きようやかっちゅうの、うん、腹は決まっとうくせにさ。いや、女子ってそんなもんじゃん。あ、そうなん。決まってるけど、どっちがいいみたいなこと言うでしょ。めんどくさいね。そういう、そういう生き物だから。あ、最後ですか。最後ですね。くぅ。あ、ドラマ持ってないね。ないか。おみくじ何やったっけ。吉やったっけ。ね、いや、吉じゃないですね。吉の末吉。ああ、末吉ね。うん、しょうがない。じゃあ大吉の力を見せますか。変わってください、末吉さん。はい、変わりました。はい、じゃあね、早速チケットから、うん、いきますよ。そうですね、やってませんよ。いや、大吉ですから、言うて大吉引いちゃったからね。大吉、大吉パワー来い。大吉、さあ大吉パワーは来るのか。来い。おーら、おお、来ましたね。ほら大吉よ、これ。違う違う違う、こんなとこで終わんない、大吉は。あ、終わりました、ね。チケットね。チケット何枚あるの。チケット1枚。あ、1枚、よかった、うん。ここはちょっと、まあ、ちょっとエアをね、うんうん、悪いエアを今抜いてるんですよ。でも悪くなかったですけどね。まあまあ悪くはなかったけどね。よしよしよし。ヤンキー、ヤンキー。うん、いやー、俺70連できるんですよね。いやいや、それはしないでしょ。いや、しないけど、まあ、20連ぐらいいっとこうかな。おお、ちみちみいきますね。いやいや、刻みますよね。いつまでその石持ってるつもりなんですか。いやいや、だって本当にここっていう時じゃないとさ、そんなに頻繁に課金できないじゃん。うん、まあね。そうでしょ。課金していいって言うんだったら、もうここで70発いくけどさ、そうも言ってられないじゃん。まあね。でしょ、うん、20連いきますね。いいですよ、出ればいいですけど。大吉ですからね、言うても。まあ全部これ無償よね、確か全部無償、うんうん、あ、30個優勝があるからね。30個、うん、いきますね。来いよ大吉。ほら、ほら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 、こんなに大吉。これが大吉ですよ、末吉さん。これが大吉っていうもんですよ。うわー、なんか腹立つ。来い、大吉パワー、来い。おお、すごい、ピンクか青かでね。いや、これピンクやったらね、来い、大吉、大吉。まだわかんないよ。いつかな。お、ザーム先生。ほらほらほら、鳥。あ、さすが大吉さんですね。出ますね。大吉になりきれてない大吉だよね。まだなりきれてない。そうやね。じゃあ最後ね。うん。いきますね。うん。まあ大吉さんだから出るんじゃないですか。そうですね。言うても。言うても大吉ですから。うん。まあ図に乗った結果ですよね。いや、俺の大吉でこんなすぐ終わる？1年間有効なんじゃない、あれ。有効期限1年間だと俺は思ってたんだけど。いやー、違ったようですね。来い！いや、わかんないよ。大吉パワーはここで来るよ。俺はついてる。今年ついてる。俺はついてるよ。今年ついてるよ。さっきのが一番ピークだったんじゃないですか、大吉の。なるほどね。今落ちていってる感じ？そうですね。もう。おでも、ね、爆死じゃないからね。そうだ、これが末吉と大吉の差ですか。うん、いや、いいんですか、こんな消化不良で。大吉さん、そうね、すごい笑顔やね。今ちょっとその顔を見た時に、氷の微笑っていうタイトルを思い出したよ今。じゃあ最後、お、これで最後ね。いいですよ、無償30連。うん、最後いきます。いや、出してくださいよ。そうですね。おーら、きた、ほら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 、来ちゃった大吉。
ああ、困った大吉はこれ来たよ。来ちゃった大吉。いや、まだ分かりません。ほらほらほら、あ、いや、ウサギには騙されて、あ、虹ごった、虹来た。わあ、いいなー、久々じゃないですか。全盛りですね。こんなに厄払いもしましたもんね。そうそうそう、もう去年までのね、こう本当去年すごいあったやん、いろいろ悪いことがこんなにあるかっていうぐらいあったやん。おお、ありがとうございます。いや、おめでとうございます。あ、嬉しい、これは。いいなー、かわいい。なんかこういう格好で会うのはちょっと恥ずかしい感じなのです。あんまり見ないでほしいのです。このデスがかわいいよね。かわいいよね。デスマスね。デスマスね。いや、かわいいな。まだわかんないよ。おお、またオイスティアちゃんでしたね。いやいやいや、これはもう、いや、神引きですよ、これ。3体これが大吉の力ですか。これが大吉の力ですよ。いやー、ちょっとね。いやいや、もうこれはもう撤退ですね。そうですね。いやー、嬉しい。こういう展開はあんまり面白くないですね。いやいやいや、いいやん、喜んでよ、一緒に。いやー、まあ、崇めて大吉を。いやー、それは。もう今年1年俺こういう感じよ、うん、多分。もうあの、白いとか、アタックとか呼ばせんよ、もう。あ、いつも通りですね、チェロさんみたいな。アタック卒業ですか。そう、ライブとかでも最後終わるときに終われんくなっちゃうの。ああ、そうだね、困りますね。いつも通りですねみたいな、ルーティンですねみたいなことはもう言えないけどね。いや、よかったよかった、ありがとうございます。いや、おめでとうございます。まあ、今回はこれで撤退ということでね。あ、そうですね、はい。まあ、なんかね、解決論にもいいらしいからね。あ、そうなんだ。ちょっとツイッターで見たけど、うん、風やったかな。やっと特攻が。水やったかな、風やったかな。あ、風かな。風の解決路、うんうん、なんかハンタースキルがすごいいいみたい。連れて行ってみよう。そう、解決路ソロじゃクリアできないからね、ちょっと連れて行こうかなと思います。はい、はい、では今日この辺でご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。